避けようのない死、逃げようのない終わり。結末を前にした時、本質は現れる。祈りも救いも不要。戦いは今日、ここで終わる。その狭間で、どうか見せてほしい。かつてそうであったように、人間のすべてが、絶望の中で光を見出せるのかを。Thank you.
幕だ。行くぞ、奏者よ。そなたの剣であると宣言しておきながら、傷の痛みも耐えきれぬが、余は周知だけで消えてしまいそうだ。なのであまりいじめないでくれ。そなたにそんな顔をされるのが何よりつらい。無理難題と承知しているが、頼むマスター。
っと見たところ、ハッキングに適した場所は6カ所。アリーナにマーカーをつけておいたから、それを片っ端から当たっていってちょうだい。それがマーカーね。端末をかざしてみて。ダメね。
Thank you.
態度があろう。
はあ、こんにちは。
ぬ開幕だ。行くぞ、奏者よ。
気を収めるか。世の出番だな。ロサイクル。そなただけは守りきれない。
襲に伏してくれる。いざ。任せよ。さて、無礼な。
調子はどう？
や客受けが悪そうだな。これはいざ。行くぞマスター。さて、うん、
一瞬に伏してくれる。いざ。霊覚を取り戻したと見える。
細工など無意味だぞ。一矢報いた。解決にはならぬ。気を使われるというのは嬉しいものだな。
してくれる。気持ちがいい。こうガキンガキンと鋼を鳴らすと、そなたの観察力ももう駆け出しとは言えぬな。だがここまでよく指揮をした。褒めてとらす。余もそなたに負けぬよう。
今回はそなたとゆっくりです。Thank you.
始めよう、マスター。あー、もうまとまりつくな。奏者よ、提案がある。次こそキャツラとの決戦になる。透明化を封じたといっても勝算は未だ低い。これはそなたの問題ではない。そなたは十分に育った。剣として劣っているのは余の方だ。よって次の戦いで宝具を開示したい。最後の相手まで温存すると言ったのは余だが、余は全力をもって暗殺者を打倒する。そしてその時こそそなたは余の真名を知ることになろう。そうだな。宝具を明かすは神明をも明かすこと。それを避けていたのは単に我が悪名をそなたに知られるのが怖かっただけなのかもしれない。だがその恐れすら今はない。そなたならば我が神明を知った上でも奴との決戦時、いつ解放するかはそなたに任せた。だからそれまでは口にせず
世の神明を知ることもしないでほしい。すべては決戦の後、勝利を迎えた後に世の名前を語るとしよう。
さて、どこを壊していいものやら。恐るべき暗殺者、その狂犬、ここで立つ。大きく出たな、セイバー。これは楽しみだ。幕だ。犬のように死ぬ。式を収めるか。我が八極に二の内いらず。程度があろう。無心無礼な。硬いな。どれ。生きろ。その狂犬、ここで立つ。大きく出たな、セイバー。これは楽しみだ。幕だ。犬のように死ね。どれ。ザ・シュケイよ、ここに。しばし気を収めるか。我が八極に二の内いらず。程度があろう。恐るべき暗殺者、その狂犬、ここで立つ。大きく出たな、セイバー。これは楽しみだ。幕だ。水のように死ね。共に勝利。最後の君を嘆きとなれ。しばし気を収めるか。我が八極に二の内いらず。程度があろう。そこを動くな。剣境はわしより受けるがよい。つまらんな、ユリウスよ。少し遊ぶか。ジニはどこまで行ってもジニだ。終わりにしろ。どれ、しばし気を収めるか。そこを動くな。
いな。
って出直せ。剣境はわしより受けるがよい。わしの鉄砲は耐えたかい。信じられん。どうやって生き抜いた。どれ。しばし気を収めるか。硬いな。させぬ。出直せ。
世のドムスアウレアを開いたのだ。マスターであるそなたはもう知っているとは思うが、世の神名はネロ、ネロ・クラウディウス・カエサル・アウグストゥス・ゲルマニクスである。その信頼、最後まで守りきってみせる。